こんにちは。継続することって非常に大事で、それは何回も言ってることなんですけども、前回ね、三崎優太さんの話したと思いますけども、三崎優太さんが、なんでね、ああいうことになってしまったかっていうと、それは、繰り返し、攻撃を受けていたからなんですよね。じゃあ攻撃をね、1回でやめていたらああなっていたでしょうか。なってないんですよ。何回も食らって、だんだん嫌になっちゃってね。で、それが周りの人にもどんどん広がっていった、徐々にね。そうすると、これからどんなことが起きるんだろう、もう嫌になっちゃうなっていうふうに未来までね、すりつぶされていくんですよ。だから継続することってのは、思ったよりもものすごい力を生んで、時には人の命を奪いかねないんですよね。放送の力っていうのは。そのぐらい怖いもんだと思います。でも、これをプラスに使っていけばね、人を育み、未来を全然違うものにしてくれると思うんですよ。私は思うんですけども、人間ってどんな人でも未来を作る力があると思うんですよ。だから、今日から未来を作ることを始めていけば、必ずその未来っていうのはできていくと思うんですよね。少しずつですけども。でもその少しずつを未来に使わずに、今日や過去に使ってしまうと、途端に未来を作る力は失われていくと思うんですよ。でね、YouTube ずっとやってきて、チャンネル登録14,000人私いますけども、これはね、はっきり言って過去に私が人を集めた記録にしか過ぎないんですよね。じゃあ、今日現在、今現在できることっていうのは、せいぜい50から100の再生回数なんですよ。でもこの現実、50から100でも、きちんとね、その再生数を出してくださった方、一人一人とつながることができますし、その人を応援することもできるし、その人から応援を受けることもできるんですよ。だからね、もう必ずしも数字が大きいからすごいってことではないんですよ。肝心なのは、数字が大きい時に継続するのは当たり前なんですよ。でも、数字が少ない、もしくは減っている、動かない時に、どのぐらい動けるかなんですよね。このままだったら、この現象に自分も巻き込まれて小さくなっていくっていうふうに考えた時に、じゃあ今は下落傾向だけども、残ってる人のために何をすればいいのかなってことを考えれば、自然とやることって見えてくるんですよ。その積み重ねが、再生数はいつものように増えなくなったし、それからチャンネル登録が増えたわけでもないけども、その代わり、その数字を作ってる自分たちには変わらず紳士だよねっていうふうに思っていただければ十分で、逆に言うと新規さんを取るのに一生懸命だとね、既存のお客さんが大事にできないとか、既存の視聴者さんに対して背を向けることになるんですよ。つまりは新しいテーマに行く時って私もね、かなり勇気がいるんですよ。ずっとビジネスのことをやってきて、隠居みたいなテーマになって、相変わらずビジネスの話はするんですけども、でもね、セールスをしなくなったら、セールスを楽しみに待っていた人に対しては背を向けることになるんですよね。そういった形でたまにセールスもするんですけども、でもやっぱりね、前世紀といったら、別に前世紀はこれからも私来ると思いますけども、一時期のようにね、プロダクトローンチがかなり流行った時のように、暗号通貨がね、上り調子でいろんな方がね、私の動画を、暗号通貨の動画を見に来てくださってる時のように、盛り上がってるってことはありませんけども、でも、慎重に、マーケットを見たりとかね、自分の足元をしっかりと踏みしめるっていうところに関しまして、本当に地味なんですけども、地味にコツコツやることが、本当に好きな方とかね、そういうのに共感してくださる方は今でも残ってくださってるのかなと思います。で、同時に、いつかその地味にやってきたことがブレイクしてですね、大きな、波になることを待ってるのは、私も同じでございますんでね、これからも変わらずに皆さんの支援をしていきたいと思います。ということで、支えるという意味での支援というタイトルになっております。いってらっしゃい。